当です。レア子役引いてないんで。朝一はですね、74番だったっけな、で入場しまして、ちょっと番長釣り取れたらいいなって思ったんですけど、空いてなくてですね、まあ、リゼロももちろん吉野空いてなくて、でサラバン2よりは個人的にはちょっと絆の方が気になってたんで、で絆の角台を取りました。偶数っぽいっていう部分でかなり偶数が強いかなっていうふうには思うんですけど、まあ、ちょっと今6はないかなっていうふうな状況ですね。で今島がポツポツ空きが出てきたんで、で今伸びてる台もあるんで、まあ、絆の状況自体はそこまでは、まあ、悪くはないけど、まあ、善とかではないですね。なのでしっかり判別したいなっていうふうに思います。87番で入場して、サラバン2を取りました。でその後、まあ、推測をしたんですが、現状通常 A が2回で、まあ、青 BB が1度出てきてるんですが、まあ、どちらかというと、まあ、奇数寄りの、まあ、低設定なのかなという感じを持ってます。で島状況的には直撃たたきを引いてた台が3台あって、まあ前回までの、ことを含めたら、まあ、2V1 サブ1ぐらいではこう設定が入ってるのかなと思うので、設定5にギリギリ期待して打ち続けてるといった状況です。お、ハズレナビがダブルナビ、ハズレナビがダブルナビ、ハズレでダブルナビですね。100% 超えました。いただき確定ですね。銀太郎さん、はい、サラバン2は、はい、やめた人います？やめた人は1台、右、自分の2個隣が一瞬空き台になったんですけど、また稼働し始めてるんで、空き台は現状ないですね。番長3も見た感じは、はい、おそらく了解しました。番長が熱いらしいです。番長3、自分が見えてないんですけど、カメラマンさんが見てくれてて、通常 BB と絶頂と、あともう1台通常 BB 引いてる台があるんで、座りたかったな。今も通常 BB 引いてるな。だからまあ相変わらず配分は良さそうではありますね。カメラさん曰く全まであるぞと言った感じらしいですよ。しかも、はい、リゼロがさ、そうでもないからさ、はい、考えるとダイトのあたりって、はい、この流れでいくと、はい、どっちかがめちゃくちゃ濃いんだよね。リゼロがあんま強くないからやっちゃうのかな、そんなガチで。まあでも番長3に関してはもう、はい、ちょっとでも濃いっていう風になったら、はい、で確実に5もシェアだろうから、そうなると飽きにくい、またはもう、まあ、チキンレースじゃないけど、もうどこまでやれるかみたいな。そうですね、結構見た目羨ましい感じはするけど、打ってる方としては結構冷や汗になることもありますね。自分だけ反応してねえよ、俺やめれねえよみたいなパターンも結構多いんですよね、番長戦に関しては。推測も難しいしな。あと番長3に関してはリターンがでかいから、リスクを取って
あの打つ機種なんでリターンがでかいからリスクを取って打つ機種、銀太郎ってやっぱリスクを限りなく抑えるっていうのが立ち回りの軸だから、そうなんですよね、あんまり打つ気はないのかなっていうふうに思いますね。僕はすげえ苦手なんであんま打ちたくないんですけどやっぱもう早番とか取ったりするとやっぱ泣く泣く行くっていうことがありますね。ただやっぱり打つ日が限られてるというか、本当に行ける日しか打たないから結構結果はついてます。打ってない割にって言ったら変だけど、根拠があるときに攻めたいってことですよね。そうすれば多分割で言ったら多分相当、まあ、そうですね、狙わなきゃいけないですよね本来、うん、立ってるかなって俺は思うか、まあ、あんま打ってないんですけどね。だからペイアウト高いから勝ってる人はすごい勝ってるでしょうけどね、マジで。だって俺6、3回打ってそれ2回満杯出てるからね。やばやっぱペイアウト自慢ですか、急に自慢ですか、急に自慢ですか。いや、やっぱ狙う価値はあるかなっていうね。まあそうですよね間違いない。積もれなかった時にあれですよね、苦しむ感じですよね、やめれないしみたいな。とりあえず AT が終わろうとしてます。頼む、確定こうせて確定画面カモン。はい、デフォルト560枚。一応ロゴが、一応このカラーと白黒があるんですけど、白黒の方のロゴありのシャッタースタートですね。あの辺行ければ一気にミッションもクリアできるんだけど、吉田宿、あ、多分強制台だったかな。で内部的に、お、なんだそれ、内部的に多分今はもう超広角だと思うんですよね。これ BC 繋がんないとかなりマイナスかな。七輪の私で強チェ強チェ巻物ってきました。あ、入ってますね。167ゲームこれ内部調光だと思うんで入ってほしいな。白どうだ、ここが、あ、赤い、あーっと、ありがたい。巻物で多分無理やり入れたと思います。これラッキーパターンですね。はい、はい、単発でした。まあ無理やり刺したんで仕方ないかなっていう感じがしますね。2回目が、あ、これよくないやつだな。 BA、2か4ですね。でこのね、2か4をね判断するのがめちゃくちゃ重要なんですよね。なんで 85% に早いとこしたいんですけど、まあ2か4どうだろうな。あ、でもどっちにしろ悪いテーブルをレア500で回避できたのはでかいですね。いや、正直設定録にはちょっと足んないかなっていう部分はオーラ的な感じで思うので、雰囲気で。サラバン2の島で、左に朝ですね、通常頂を引いた際から、まあ、四五六確定画面をちょうど出してて、であと右角と右4も、通常頂を引いているので、これで一応通常頂だけの話をすると 1,2,3,4,5 5台引いてますね。で打ってる人たちのメンツ的にみんなやめる気ありませんよみたいな雰囲気を感じるんで、いやー、全とか意識しなきゃいけないのかなとはちょっと思いつつあるんですけど、でもまあ前回とかを考えたらやっぱ2分1止まりだと思うんですけどね、前代系っていうよりは。
それを考えると本設定確定している台がありつつの直撃している台が確定している台以外で4台あるってことは、自分の台は2分1だったら外れの方に該当してそうな気がしてしまいます。まあ、なので深追いしない程度で、まあ、とりあえずもう一回当たるまで打ってみてから考えようと思います。その間に直撃なり来てるくれたらまた粘れるかなと思います。あれ銀太郎、サラバンツーは人変わってないんだったっけ、はい、全あんまり今で埋まってるんだもんね。埋まってますね。で今隣が来ましたね。おであとなんかフリーズ引いてた一撃で打った台も出玉なくなってるんで、左さんも人は変わってますね。なるほど。だからまあおそらくまた2分1ぐらいだと思いますよ。なんかそんな感じすんね。またリゼロ番長3、はい、サラバンツーが2分 1？ そうですね、そんな感じがします。いやだから朝大選びのセンスですよね。それで1日が終わる。外してるね。はい、一応毎回俺ら座ってんだけどね、どっちかね。たまたまでも積もってもいいとは思うんですけどね。でもちゃんとそこを積もれるようにならないと多分ダメだな。いやまた自分たちが積もんないで店内の状況だけ説明する動画になっちゃいますね。いや可能性はあるね。説明2枚目ですね。これはこれ次当てて一回考えるかな。一緒に考えますか。そうですね。まあ続けられる内容ではないかな。同じく。そうですね、レア子役引いてないんで広角のハズレかもシュンベルなら同色が出てくると思います。内部超広角だったらそうですね、移植が出てきたら内部超広角ですね。43ゲーム、これいい挙動ですね。同色来ました。広角の外れで同色を取ったと思います。で LED 黄色ですね。まあこれ自体は設定差があるところなんですけど、まあ1回では何ともかなっていうふうには思います。ただプラス要素であることは確かですね。で同色だとちょっと上の LED が緑とか黄色になりやすいんで、移植の時ほどの期待感は色緑とか黄色ではないです。まあ黄色は言うほどないですけど、何か巻物とか引きたいですね。これで800いきましたね。同色で赤までいったらまあ期待していいんじゃないか。995、まあ、あと5人ぐらい倒せって感じですね。あと6人とか倒してくれるとハッピーなんですけど。でこの気持ちでいけ、頼むよ。はい、おい、うわーまた負けた。はい、残念ながら赤でしたけど負けちゃいましたね。3468枚、799ゲーム足りました。まあ天井ですね。追加投資が2000円。あ、間違えた。赤 BB ですね。追加投資が2000円。とりあえずこれが AT に入っても入らなくても一旦冷静になります。
当たりました。火がワンちゃん、あ入ったかな、あ危ない。